テアラロア、またはテアラロアとは、ニュージーランド、北島に位置するレーンが岬と南東に位置する町、ブラフトを結ぶ全長 3000km のロングトレールである。テアラロアは、マオリ語で長い道のりを意味する。ナショナルウォークウェイの構想は1960年代頃に、ニュージーランド山岳団体連合により提唱され、建設運動が行われた後、 1975年にニュージーランド歩道委員会が設立されたものの、不設は15年間進展しなかった。1994年にジャーナリストであったジェフ・チャップルがニュージーランドの長距離歩道の不設を提案し、テアラロアトラストが設立された。不設のための提案や交渉の結果、この計画は2006年頃から地方政府の不設計画に組み込まれ始めた。 その後10年間、数百名のボランティアによる作業が行われ、2011年12月3日に、正式に開通した。トレイルの内約60%は、自然保護局が保全している土地を横切っており、残りの約40%はテアラロアトラストが管理している。2007年に、政府は保全用地内にトレイルを新設するために380万ドルの予算を割り当てた。 2019年時点で歩行専用道路をトレールの10%分削減することを長期的な目標とした道の改良計画が提案されている。地図テアラロアは未舗装の道や整備された道、放牧地や砂浜を通り抜ける小道、川などで構成されている。2013年にはトレールの途中にあるネルソン・レイクス国立公園内の コンスタンス湖周辺にて死亡事故が発生したため自然保護局が該当箇所の安全性について調査を行った。ほとんどの完全投破者は島ごとに50日から80日をかけて投破する。完全投破の最短記録は2012年から2013年のシーズンにイギリスのウルトラマラソン選手であるジェズ・ブラックが達成した53日である。 完全投破の最年少記録は、9歳の妹や両親と共に7歳で投破したジョナサン・ラプシーが保持している。毎年数十万人もの人々がトレイルを歩いており、完全投破者は2015年から2016年のシーズンに350人、2017年から2017年の夏に550人以上の人が、そして2018年から2019年の夏に1200人が、 達成した。セクションごとではより多くの往来を見ることができる。例として、あるセクションでは、毎年7万人から8万人もの人が往来しているところを見ることができる。南東北部に歩くインシャーロットトラックを除き、通行許可や通行料金は必要ではないものの、トレイル自体が寄付金と助成金のみで運営されているため、全体を歩く人に500ドル。 どちらか一方の島だけを歩く人に250ドル一部のみを歩く人に少額の寄付をそれぞれ提案している。AB、ホーム。テアラロア。2020年7月6日閲覧。AB、テアラロア。ザロング、パスウェイ。newz.ealand.com。ニュージーランド政府観光局。2020年7月6日閲覧。ABCDE マテパラエ。 ジェレマイア、テアラロア、ザロングパスウェイオープニング2020年7月6日、閲覧。フット、トラックスインニュージーランド、オリジンズ、アクセスイシューズアンド・リーセントデベロップメンツ1、ピート・マクドナルド、ピアニッシモ。 164から167、ISBN 978から0473191917、https コロンスラッシュスラッシュブック books.google.co.jp スラッシュブックス、books. id、イコール M ごつ科学バジアンド、プリンゼックイコールフロントカバーアンド、hl イコール ja、v イコールオネパギアンド Q アンド、f イコールフォルス2020年7月6日閲覧。 ニュージーランドウォークウェイ・コミッション。ニュージーランドウォークウェイズ・アクト1975-240、http://www.nzlii.org/.nz/.legis/.hist ススララッッシシュュ。Hist アクト。ポシネスは1975万 1975N3 万1250。2020年7月6日。閲覧。 abcde, オーバービューヒストリー。DE, テアラロア、2020年7月7日閲覧。テアラロア、テイク、エーベリーロングハイク、ザ。 ニュージーランドヘラルド、h t t p m n z h e r a l d c o n z n e w z e l a n d w a l k s l a s h n e w s a r t i c l e c f m c it="150 万 3290&objectit="21 万52192020年7月7日、閲覧。 abcde ホワイトリベカザロンゲストウォークニュージーランドジオグラフィック一瞬0113から 9967https コロンスラッシュスラッシュ www.nzgeo.com スラッシュストーリーズスラッシュ t h e ダッシュ l o n g e s t ダッシュ w a l k スラッシュアップツーロメートルツービアディットツーテアラロアウォークウェ ニュージーランドガバメント、https コロンスラッシュスラッシュ www.scoop.co.nz スラッシュストーリーズスラッシュ PA0705 スラッシュ AS00547 ド HTM2020 年7月7日閲覧テアラロアトラストストラテジックプラン2019から2022テアラロア2019年9月6日閲覧アンダーソン、チャールズ ザ・ロング・パスウェイ・オブ・アンディ・ワヤットザ・ファースト・マンツー・ダイオン・ザ・テアラロア・トレイルスタッフ httpswww。スタッフ conz ナショナル。七千五百四十万千八百八十二ザ・ロング・パスウェイ・オブ・アンディ・ワイヤットザ・ファースト・マンツー・ダイオン・ザ・テアラロア・トレイル。二千二十年七月十日閲覧。AB、ニュージージランド。 エストレイル FAQ、テアラロア、2016年2月17日閲覧。ゲイル、ジョシュ、ジャズ、ブラックネイルズテアラロア、ニアリーダイズオンリバークロッシング。ウィルダネスマガジン、HTTPS、WWW、ウィルダネスマグ、c o NZ、ブリッドネイルズテアラロアニアリーダイズリバークロッシング。2020年7月11日閲覧。 NZS アンゲストテアラロアトレイルウォーカーズリーチブラフ。ウィルダネスマガジン HTTPS w ウィルダネスマグ CEO NZ NZS アンゲストテアラロアトレイルウォーカーズリーチブラフ。2020年7月11日閲覧スクーラーデイブコンサーベーションコモンテアラロアトレイルコンサーンズザ ニュージーランドヘラルド、一瞬1170から07777 <www>.、https コロンスラッシュスラッシュ www.nzherald.co.nz スラッシュエンバイロメントスラッシュニューススラッシュアーティクルドット c f m c i d イコール3 9トイコール千二百1 2 1 9 7 1 1 8 2 0 2 0年7月11日、閲覧。 レコードナンバーズテイク2テアラロアニュージーランドエストレイルテアラロア2020年7月11日閲覧ありがとうございます